最初に規定に関する質問からお願いします。すいません、はい、先島庁舎も何とかして思うように集まっていないようで、うん、仲介業者に依頼すると予算も上がってくるようですけど、うん、このあたり今の知事の考えは、まあ、ありとあらゆるいろんな手法を考えたいと思います。まあ、仲介業者に依頼するのも一つやし、要は、そういうどこか事業者にサブリースするのも一つやし、で家賃の設定も周辺と見渡してやはり、ちょっと高額になっているというところもあるんで、その辺の適正価格がじゃあいくらなのか、そういうのも調べないからし、まあ、ありとあらゆる、手段を用いて、そのテナント、要は事務所に人が、こう事務所機能として入ってもらえるところがあればあのビルに人が増えるわけで、そうなるとあのビルの、サービス業、例えば飲食店舗も、そこはお客さんが増えるわけだと、飲食店舗も成り立つというふうになるので、まずは人が入ってもらえるように、そういう形をの手法を、ありとあらゆる手法を駆使したいと思ってます。ということは、そのオフィスフロアの部分についてもこう貸し出せるような方向で考えている。うん、だから新聞とかも赤字やったら今一番いいところにあるビル撤退して入った方がいいんじゃん、安いから。で今の新しいビルを貸し出す、朝日新聞も先島庁舎にはね全部入って、で今の一番新しいいいビルをね、もっと高い値段で自社として使わずにテナント入れると、そうなったら結構財政、力がつくんちゃうかな。だからそうやって、移転も大関係。でも家賃が入ってくるんだね、だからそれは、民間の仲介事業者というのはノウハウあるわけで、そういうところに要は仕事として請け負いしてもらう、そこは手数料かかるけど入っていただいたら家賃が入ってくる、これはプラスになるんでね、これ必要経費です。賃料の値下げは具体的にもう検討の余地ありということで指示されてるんですか？指示してます。昨日経済界の方に、ゲストスピーカーとして、副首都推進本部に参加してほしいということをおっしゃってましたけれども、ゲストスピーカーってどういう、位置づけでしょうか？経済界のまず、こう成長する経済成長するためには行政のサポートというものにどういう部分を、希望されているのかね、それともっと具体的に例えば、今大阪で、国の、トップ制度ですけども、この大阪の規制緩和の部分でどういうものを願ってられるかとかね、そういう具体的な直接ビジネスにつながるような、そういう、提案を、してもらいたいと思ってます。正メンバーということではなくて、課題によって、参加してもらって問題点を一緒に解決していこうと、こういうことです。手応えどうしたんでしょう、参加していただけるのか、いただけないのか。いや、それは参加していただけるでしょう、あと、昨日ですけれども、近隣県の知事さんにも、その大阪の福祉党の方を聞いてみたんですけれども、ちょっと賛否両論いろいろありまして、慎重な意見もありましたけれども、それについてはどういうふうにお感じになったでしょうか？
な慎重なことを言うと、まあね、もともと役所出身の知事さんはね、まあそこも仁坂知事なんていうのは賛成派で意見言っていただいたし、まあ連合庁がね、やっぱりこう大阪が注目されるというのに対して、ちょっとこうなんていうかな、面白くないところもあるんちゃうかなと思いますよ。でもね、まあ首都圏でね、結局首都圏で例えば神奈川やとか、ね、千葉やとか、埼玉ってどんどん人が入ってきて、それで、にぎわいを作っていってるわけですよ。だから副首都圏でね、いうその中心として副首都が大阪であればね、兵庫も、まあ奈良や京都周りにね、周りの活性化にもつながるんでね、関西広域連合のメンバーは全員応援してもらいたいぐらいですね。例えばその国の省庁移転に関して言うと、まあ、大阪も手を挙げていらっしゃいますけれども、うん、まあ、その丸ごと移転というのは非常に難しいというお話でしたけれども、まあ、そこをちょっと他の県とはちょっと姿勢も違うのかなっていうところですけど、それは、いやだからね、行動を起こしてない人はね、現実を見ることなくね、要はもう何て言うかな、希望的観測だけでね、いやもうこう霞が関から移転してくればいいと、それは国の方針もそうじゃないかと。高らかに声上げるけどね、我々も実際に、そのいろんな、情報も取り行動も起こしてくるとね、なかなか難しいんですよ。一番分かってるのがその官僚出身の知事の皆さんやと思いますよ。だってもうみんなそこに勤めてる人のね、生活の基盤はね、東京ですから。全国知事会で、全国知事でね、校舎、あれなんであるかよと。結局、家は東京に持ってて、単身赴任してきて、そこで校舎に住んでるわけですよ。ね、俺、関西でも、自宅から通ってるの、俺ぐらいでしょうかね。結局自分たち生活基盤はね、結局東京に残してる人もいっぱいおるわけで、その状態でその霞が関の職員だけね、君たち全員ね、それぞれの地方へ今日移せって、ね、はいそうですかってなるのかな、ね、全国知事の皆さん今日移してないわけだ。その現実を見た時でもね、まるまる移してこいって言ってもね、簡単にはいきませんよ。あとその昨日吉村市長もですね、ちょっと言及されてましたけれども、とりあえず福祉とかは大阪単独でまずはやるという方針でしたけど、そこはもう松井知事も同じ方針でしょうか。それは同じ方針です。だって、周りが応援はしてもらいたいけども、その周りから見たらね、結局大阪に2局を作ろうという話で、その他の、府県から見ると、まあ、自分のところにはあまり関係のない話やなということになるでしょうからね。評価されてる、まあ、知事もいらっしゃいましたけども、そういう方と協力していくということをとりあえずは、だからここは援護射撃をしてもらいたいと。まあ我々がそういう行動を起こしていくんでね、ぜひ2局が必要だと。その局の中心が大阪で、その中心ができる中で首都圏のようなね、副首都圏、要は関西圏が、にぎわっていければと。それが関西府県民のねプラスになっていくわけですから。
か。それでは1000人いますか。大阪維新の憲法改正の案なんですけど、12月14日にここでちょっと伺った時には党67を作るお考えないということだったんですけども、お考え方が変わったのはどういう理由からですか。いや、これはもう参議院を見せてね、まさに参議院の選挙、これはもう総理も、おっしゃってるようにね、堂々と改正をが参議院の争点に、一つの争点になるということですから、やっぱり僕は自民党の憲法草案、これ価値観をちょっと押し付けてるという部分はあると思うんでね、家族が大事にしなさいとかいろいろ書いてる部分はね、家族を大事にっていうのは当たり前なんですけど、世の中にはその家族というものを知らずに、そういう生きてきてる人たちもいる中でね、これは個人に対してのそういう価値観をこう、押し付けていくような部分があるんで、憲法というのは、まさに権力を縛るものという位置づけなんでね、だからそこに対して違和感あるであれば、ね、我々はこういう部分を変えたいんですと、でこれはこの国の、明治以来変わらなかった、統治機構で、この統治機構がもうあまりにも時代にマッチしていない、無駄も多い、だからそれが同習性なんです。この同習性を、現実のものとするためにはやっぱり憲法を変更する必要がありますよという発議を、できるように具体的に我々の案をまとめたい、こういう同じ会見といっても、その自民党が考える会見とは違うということで、その違いを明確に打ち出す狙いがあるということですか。そうです。あと橋本さんはその兼ねて96条の改正して発議要件を緩和することを目指すべきだという考えでしたけども、案の中には96条の改正の部分は入れないんですか。いや、3分の2を目指すわけですから、今これを、96条を、変える、必要はないと思っています。一つ、自民党などは震災などの際に緊急事態条項、ここから手をつけるべきじゃないかという考えがありますけれども、その一番最初の改正をここからということになった場合に、大阪維新としてはこの方針は受け入れられるものですか。これね、まだ党として党として、意見集約をしたわけじゃないんですけど、法律家である橋本顧問やとかね、いろんな法律の専門家と話する中でね、緊急事態条項っていうのは法律でね、憲法じゃなくても法律で定められるんじゃないのという、今話が出てます。であれば憲法をやる必要ないんじゃないかなと、で緊急事態条項というのは個人の権利というものを排除するという話なんでね、でこれが要は権力者側に力を持たせる、話ですよ。これはちょっと立憲君主制の中のでの憲法という位置づけからすると、ちょっと違うんじゃないかなという思いを持っています。だから緊急事態の法整備っていうのは憲法じゃなくても法律でやれるんじゃないかという今話してる、これまだ党内でコンセンサス得たわけでもないですけど、橋本顧問やとか他の法律家と話してても、法律でやれるよねっていうのを今ちょっといろんな話の中で出てきてるんで、今の時点で緊急事態条項を憲法を変えてやる必要はないんじゃないかなと思って、まだこう細かいところまで詰めたわけではない、
その緊急事態条項っていうのは、要はあの、ポジティブリストを作るという話なんで、ネガティブリストを作るという話で、もうこれはできないということだけ決めた、あとは何でもできる話でしょ。だからそれはちょっと個人の権利というのを、いや緊急事態とは言えない、あまりにも阻害してしまうんじゃないかっていう、そういう危険性があるということで法律でやれるんじゃないかっていう話をしています。この辺の議論は戦略本部会議でやります、ええ、だからこれは自民党がそれ出してきたときにね、それは法律でできるでしょうと、憲法までやらなくてもこういう話をしなければね、これがまさにこう要は国民の皆さんが望む議論です、国会でね。戦略本部会議はその憲法の話もそうですけど、政策一般も参院選の公約をそこで作るという位置づけに、これ今のさまざまな専門家の皆さん入ってもらうんでね、例えば大阪でやってる、その首相陣改革、まあ天下り改革、これより具体的にね、こう提案できるようなものを作りたいとこう思ってます。その戦略本部会議で公約も出ていくもちろん、あとすいません、もう確認なんですけど、憲法は改正するっていうならば92と94を中心にというわけじゃなくて、もう92と94だけということ、文献改革の部分のみ、うん、よろしいでしょうか。それでは終了いたします。ありがとうございました。朝日新聞先生いただきました。